はい、どうも皆さん、こんにちは。エアスイーパーのお腹よくよく見ると、ちょっと動いたりしているので、ひょっとしたらこいつ、エアスイーパー、防衛施設ではなくて、なんか虫とか生命が宿っているんじゃないかっていう疑惑を、私、ケイスケ、提唱したいなと思っております。かかチャンネルの、ケイスケ実況の、ケイスケです。ブーということでね、いや、ほんとによく見ると、エアスイなんかさ、ほんと、ちょこっと動くじゃん。息してんじゃねえかなっていうような。そんな感じで、なんかよくよく見るとね、なんかエアスイーパーのこのお腹の部分、なんか虫のお腹みたいでちょっと若干気持ち悪いなって思い始めております。で、今日はね、何をお送りするかと言います。ありがたいことでですね、6月のアップデートから、ケイスケさんこんな戦術とかね、やってみてくださいとかっていうリクエストね、ほんとね、いろいろいただいておりまして。で、今回はですね、先月のアップデートで新レベルのクエイクと、あと新レベルのゴーレムも出て、あとまあ呪文もなんやかんや新レベルいろいろ出てきましたよね。で、そこでね、視聴者様がリクエストいただいたのが、ケイスケさんタウンホール級で昔めちゃくちゃ流行っていたアルティメットっていう戦術ですね。これでめちゃくちゃ強くなってんじゃないかなって思うんで、ちょっとやってみてくれませんかっていう、リクエストいただきました。で、アルティメットね、最近始めたよっていう人ですよね。どういった戦術なのか、知らない人のために説明いたしますと。はい、こういった形でね、まあ、ハイブリッドっていう編成がタウンホール級あたりからね、全然、使われ始めるんですが、どういった戦術かというと、ハイブリッドっていうのは、陸と空、空の融合ですね。だからハイブリッドって呼ばれてるんですけど、ゴレイウィズ部隊で相手のアーチャークイーン、援軍、対空砲2本ぐらいを処理していって、で、あとはラバルを回していく。で、その空軍に、呪文を使っていくっていうのが、ラバル、ハイブリッド編成になります。で、逆にアルティメットっていうのは、陸にめちゃくちゃ呪文を使って、もう空にはね、呪文1、2枠ぐらいしか使わない。もう、もうなんだったら極端に言えば、呪文をね、空に全然使わずに、陸でめちゃくちゃ呪文を使っていって、で、陸軍で、めっちゃ重要な施設を壊していって、で、ラバルのルートを短くしていって、で、残りをラバルで掃除していくっていう、そういった編成となっております。なので今回はですね、こちらタウンホール12でアルティメット編成、果たして強いのかどうか、ちょっとね、やってみようと思います。はい。じゃあね、ここ行ってみましょうか。まあ本来だとね、アチャクイがいた場合はね、アチャクイがいる側から、アチャクイを処理していきたいんですが、今回はアチャクイがね、なんか工事中みたいなので、ちょっとここ行ってみましょう。なので、はい、行きますよ。ここで、新レベルの、ウィザーたちでサイドカットを行っていって、で、ここ壁叩くかな。あ、叩きそうですね。じゃあ壁の中の施設もカットしていきたいんで。で、今回はね、配置に合わせて、あれですね、合わせて、で、ちょっとやっていきたいんで、こっからね、じゃあ、ボールブレイカーで、壁を開けていって、で、あ、待って、テサが出てきちゃったんで、こっから、ババキンで殴らせていってからの、で、しっかりとね、できればね、ババキンはね、あんまりね、あれなんですよね。先行の、あ、やべえ、ボーデンや、あれだ。空でやっちゃった。空でやっちゃった。一旦、エターナルトーム。トームを使っていって、で、ここで、で、そろそろ切れると思うんで、ここら辺で、ヒールを落としていく。で、中入って、中入って、中入んないと。中入んないとやらなきゃ意味ないよ。で、ここで、一旦ヒールでボーラーたちを保護していきながら、ゴーレムたちが頑張ってんだけどな。ゴーレムたちが頑張ってんだけど、まあいい、対空砲も結構折れてるんで、ここからババキンとかも結構伸びそうなんで、いいぞ。で、ギガテスラ、ババキンの戻り方おかしいって。ババキンの戻り方、おかしいんですが。まあいいや、で、こっから、12345、12345と出してって、で、ロックボマーで削りを入れていきましょう。で、あとはこっから囲うように、バルーンを展開していって、で、さあどうだ。で、こっからそろそろ弾けてくると思うんで、で、よし。で、フリーズを、ここでさ、使っていって、で、バルーンたちを守っていきましょう。どうだ？アチャクイたちは伸びてないですね。やっぱりこれちょっと空軍に対して、空使いたい。ちょっと時を巻き戻したい。時を戻す能力を。急に俺なんか覚醒しないかな。時を戻す能力を使いたい。ちょっとタイムリープしたい。死に戻りしたい。今からちょっと俺、首かきって死に戻りしてタイムリープして、やり直したい。一回目の攻めひどすぎた。はい。じゃあね、気を取り出して、高校だったらいけんじゃないかなって思うんで、行っちゃいましょう。で、ゴーデンはちょっと地上に、直しますよ。地上に直してって。で、どうしようかな。こっから、今回、ゴレ当てて、で、ウィズとかで、あ、ボーラーとかでちょっと足していきましょうか。で、こっちも、ゴーレム当ててって、で、ウィズと。当てていって、カットの方を行っていって、で、ある程度壁の中の施設とかも削っていってほしいですね。結構ね、やっぱり、壁の中のね、施設とかもカットしていくっていうの、重要です。で、ここで、あとはクエイク落としていって、で、そろそろいいかな、そろそろウォールブレイカー出していって、で、オッケーオッケーオッケー、あ、1体で開くんだ。
ちょっと1体で開くことにちょっとビビった。で、しっかりとゴーレムが中に入っていくような、そんな感じでターゲットを取ってくれるように、なるべくね、遅めに出してあげましょう。なるべく遅めに出すことによって、ババキンがね、先行しないで、先行しちゃってターゲット取っちゃうってことありますんで、こっからですね、で、ヒーロー当てていって、で、アチャクイそれるな、アチャクイそれるなって言ったから、ちょ、待て待て待て、ヒーローもう一回フリーズを落としてって、ババキンを守っていって、で、いいよいいよ。で、こっからさ、いけいけいけ、もっともっとギガテスラこぼそう。全然陸が伸びない。アチャクイとかが、待って待って、こっち方向にはやばいって。こっち、待って待って、ポイズン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 、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。ポイズンを落としていってて、ちょ、パニックりすぎ。パニックです。パニックになってるけど。で、1,2,3,4,5 と。1,2,3,4,5 と。ね、あれだな。空に呪文を使いて、俺、すっげえ空に呪文使いたいんですけど。めちゃくちゃ空に呪文使いたいんだけど、俺。今すごい空に対して、ほら、またギガテスラ残っちゃってんよ。ギガテスラ、陸が伸びなかった場合が致命傷なんで、この編成。ちょっと待って、アチャクはちょっとクローク使っといて。でもいいよ、ロックボンワに頼もう。ロックボンワ頼む。仕事してくれ。あー、ダメだ、弾けた。弾けちゃったんで。待って、タイムリープしたい。さっきと同じこと言って言うよ。タイムリープしたい。さっきと同じこと言ってるから、俺タイムリープしてんね、俺。星1だもん、だってまた。また星1で。あれ、俺、死に戻り死んでた。なんか、イゼロみたいな感じで。死んで、時に遡ったんじゃないかなっていうぐらい、また同じ過ちを繰り返していって、ウォールブレイカー全然仕事しなかったな。どうしよう、あ、じゃけ、ここからリックスキルトも出てきて、ウォールブレイカー仕事せず。いや、待て待て、84% か。いや、1回は全開取りたい。1回は全開取りたいのに全然取れない。やっぱりアルティメット、陸パート、もうちょい、陸重視しちゃっていいかな。ウォールバスター。じゃな、ロックボーマーじゃなくて、ウォールバスターの方がいけるのかな？はい、じゃあね。もういい加減全開取りたいんで、ここだったらちょっとね、さっきまではね、回廊型が多かったんで、全開取れてなかったんですけど、今回はこの配置だったらね、いけんじゃねえかなと思うんで、ちょっと行っちゃいましょう。で、まあ、ボーラーとかで、まあ、ちょんちょんって出してって、カットしてって、で、アチャクイとかでしっかりとカットを行って、で、ここ、壁開けていきます。開くかな？オッケー、開く開く開く。で、からの、ここにクエイク落としてって、で、しっかりと、ウォーデンを入れていってからの、ボーラーをしっかりとね、ゴーレムたちが先行させるように入れていきます。で、からの霊場、ブワッて使ってってて、で、ここでそろそろボーラーたちが危なくなるんで、ヒール落としてって、ボーラーたちを守っていく。いいですよ、流れは悪くなりません。流れは悪くなくて、で、こっからさらに、奥目に霊場かけていくことによって、で、フリーズをね、かけていきましょう。で、で、そろそろエターナルトームピキン出してって、しっかりと、削りの方を、お金、いや、ボーラーたちが死ぬ。やばい、全然壊せなかった。全然壊せなかったんだけど。で、結構、ボーラーたち、陸パートがすげえ伸びてる。陸パート伸びすぎてて怖い。おじさん怖い。逆に怖い。アチャクイなんで、アチャクイの外の飛び出し方が、ちょっとおかしかったんですけど。で、ラバーハンドは、もう対空砲全部折れちゃったから、防衛施設たちに向かっていく。防衛施設たちに向かっていくんで、ちょっと、あんまり、意味ない感じはあるんだけど、でっからのガゴ展開してって、いいよ、流れ悪くありません。いいよ、これぐらい、これよ、これ。俺がやりたかったのこういうこと。俺がやりたかったのこういうこと。で、しっかりとラバルたちが、ま、ラバーハンド全然弾けてない。弾けてないんですが、俺のやりたかったことがやっとできた。さっきまでは、回廊型だったんで、陸部隊たちが、こうね、中心部分にまとまって入っていかなくて、あれだったんですが、こういう風にしっかりと区切られてるような配置であれば、ちゃんと陸部隊たちが中に入ってって仕事してくれたんで、対空砲とかも全部折っちゃって、で、なんとかバルーンもこれだけ生き残って、前回ようやく取れましたね。さあさあさあ、ここ、行ってみましょう。これはもうギガテスラ区画から、行っちゃえば、あれよあれよと、前回、できてしまうのではないでしょうか。なので、行きます。ケスケ、行きまーす。はいはいはい、水をね、並べていってね、手際の良さが大事ですかね。で、こっから並べていって、で、しっかりとサイドカットを行っていきます。ね、ちゃんとね、ボーラーたちもね、この後入れていきますんで、ちゃんとね、いや、火力高えな、2連砲の火力やっぱ高えな。で、ちょっと待って、ゴーレムたちが、待って、ここで壁開けていって、ちょっと失策すんなよ。で、ババキン、ウォーデン、アチャクイを入れていって、で、ボーラーたちを入れていきます。で、A からのクエイクをしっかりとこっから開けていって、で、ボーラーたち長いよ、ボーラーたち。で、ここでエターナルトーンをピキーンかけていって、しっかりと、保護していきます。保護していって、ボーラー、なんか出てきた。で、ここでちゃんともう一回レイズとかをかけていって、で、もうどうだ、ボーラーたち、中入ってる。ボーラーたち、あ、待って、ババキン落ちる。違う。待て、ボーラー、よっきょいけ。で、相手の、待って、アジャックイをクローク使っていって、イーグル砲とかも叩いていって、まだ、
まだ相手のアチャクが残っちゃってる、残っちゃってる、残っちゃってる、残っちゃってるって、よくないんで、よくないんで、で、もういいや、ガゴを展開していって、で、しっかりとこっから、1、2、3と当てていって、で、こっからしっかりと進行していけよ。進行していけ。今日のテーマは、あれだよ。今日のテーマは、ちゃんとアルティメットです。アルティメットなんで、しっかりとここから全開を取っていきたい、最後、ほんと。最後に、前回呪文を使わなくても、空に呪文を使わなくても、いけるんだよっていうところ、証明したいんだけど、エア水がきつい、普通に。エア水がきつくて、アチャクイも残ってる。アチャクイも、でもこれだけ大量のバルーンがいれば、わからないぞ。で、フリーザー。あ、フリーザーもう使っちゃったやん。フリーザーもう使っちゃったんで、でもバルーンの対数としてはもう、文句なしなんで、わかりません。まだわからない。裏バル、裏バル。これ意味ない。あー、空のスケルトンやめて。やめて、やめて、バルーンたちは、空に対して攻撃できないの知ってるでしょ。やめてよ、空スケに対して攻撃でき、いやでも悪くない。最後クロスボウ追ってしまえば、あるぞ、あるぞ、あの状況下で、待って、あちゃ、あ、でもって、あちゃくいる。あちゃくが残ってる。ちょっとね、不利だ、不利だ。待って、あちゃくちょっと残ってる。65のあちゃく頼む。あはは、ばばがやれた、ばばって言っちゃうや。やられた。惜しい、惜しい。すげえ惜しかった、今。アチャクイさえ処理できていれば、前回までちょっとワンチャン見えましたよね、これ。あれ、アルティメット結構可能性ありそうな、そんな感じはありますよね。いやー、ババキンのアイアンフィストだな。あれ使ってればもうちょい伸びて前回までいけたかもしんないですね。はい。ということで、今回はですね、先日のアップデートで、出たね、新レベルのクエイクとか、あとはレイジの呪文とかね、あとはですね、新レベルのゴーレムか、とかも出たんで、タウンホール12でアルティメットを通用するんじゃねーのかっていう動画、お送りしていきました。いや、まあそうですね、結構前回、まあ一回解いただけでも、まあマシかなとは思ったんですけども、結構、それに対、やっぱり、タウンホール12の防衛施設って火力高いんで、空に対して呪文を使わないと、あっという間にバルーンとかラバが弾けてしまうっていう場面があり、あるんで、あとはね、ゴーレムっすよね。ゴーレムが、やっぱり、最近マルチインフィルタバーが多いので、ターゲット取り切れずに、公営のボーラーたちに回ってしまって、ボーラーたちが焼かれてしまうってことがあるので、ね、ゴーレムじゃない方がいいのかなとは、思いました。で、こんな風にですね、これからもリクエストがありましたらね、どんどん、ね、動画にしていきますんで、リクエストある方はね、ぜひともコメントやツイッターの方で、リプをね、飛ばしていただければね、採用するかもしれませんので、リクエストの方よろしくお願いいたします。で、これからも毎日クラカ動画と、投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。